どうもこんにちは、松井塾の松井です。地球温暖化のポイントっていうのは3つのポイントで要するに大事になってくるんで、しっかりと覚えていきましょう。いいですか？ただ、もう地球温暖化はちょっと非常にややこしいので、これがアップされている時から5年ぐらい経った場合に関しては、この地球温暖化理論も間違っているということになるかもしれませんので、ご注意ください。はい。太陽黒点説が正しいっていう説もあるんで、なんとも一概には言えませんが、一応今教科書に書かれていることをベースにやっていきます。まず、二酸化炭素が増加すると、温室効果ガスということになるんですけど、この温室効果ガスが発生すると、上昇、気温が上昇する。ということになります。気温が上昇するということは、何が発生するかというと、異常気象であったり、南極の氷が溶ける。南極の氷が溶けちゃうので、海水面が上昇する。まあ、いうことになるんですが、まあ、それによって、まあ、要するにいろんな問題が出来上がりますよ、ということですね。まあ、温室効果ガスで海面上昇しますって、そこまで大したことはないというか、まあ、堤防を作ってしまえばいいだけなんで、なんですけど、厄介なこの異常気象の方ですね。農作物が取れないってなってしまう方が実は厄介というふうなことになるんです。今取れてる地域から取れなくなったり、今取れてる地域が逆に取れすぎて値段が暴落したりとか、そういうふうなことになる方が実は厄介ということになります。つまり、地球温暖化、二酸化炭素、CO2 ですね。温室効果ガスの発生により異常気象や海面上昇を引き起こしてしまいますよ、ということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。